こんにちは、ドクターネックスです。アップデートで、レアメダルの報酬が変わっております。で、結構見逃しやすい、結構目立つのはガチャチケットで星5確定ガチャチケットが2000枚手に入るっていうところなんですが、今まで、メダル、今までのメダル必要数よりも、星5のキャラクターが少なくなっております。で、さりげなく加わったのが、星4のハッチとネム。ちょっとなんか若干イラストが、ん?ってなりますが、ここは初の登場なんで、はい、なのでレアメダル300枚で霊玉35個が手に入ると思っていいんじゃないでしょうか。プラス、交換所でガチャチケット星5確定ガチャチケット、本当に何枚も、あ、10枚までか。足んない。また今度にしよう。せっかく交換したんで、入れていきましょう。はい。星5確定ガチャチケット。シンプルですね、名前はね。多分、もうこれはもうどこまでも、さ、最新キャラまで、常設キャラであれば出ると。そうですね。何が出るかな。君は家に帰ってマリでもついてなさい。ちょっと早かった。初期の即浮きたけですね。覚えてないレベルが。3、もう本来使うキャラではないですが、しかしせっかくだからレベル上げとく。というわけで、今まで、交換できてなかった方々、まずは星5のキャラクター1体は確保すべきです。まあ、場合によっては、ひだめキャラクター足んないというときは、ルーキアをゲットしたりとか、ドントチャッカンもそうですね。あとは、シガラ君とか、アコンで、ドロップアップを狙うとかね、そういったのもいいんじゃないかなと思います。で、今までずっとやってる人たちは、この新しいハチとネムが、霊力もらえるんで、しっかりゲットしていきましょう。これもブレスロガジャチケットも必要数が下がりましたね。で、ここも霊力も交換しておきました。まあ、毎月1回こっちの25個、少ない交換の方の、何個だ ?200 個か。のだけやっときゃいいんじゃないかな。はい、今回はここまでです。しっかり忘れずにね、月末で更新されますんで、それまでにやっていきましょう。もう一個いっとこう。報酬が今までよりも数が増えております。例えば体調リーグであれば、今まで、そんなにすげえ増えているわけじゃないの。もしかして 1,2,3 4から10、11以下っていうことであれば、いや、すげえ増えてんな。
レアメタル。100以上は増えてるね。しかも体調で11以下って、昇格って20位以上じゃなかったっけな。違うか、総隊長やべ、それで50人いるんだっけ。総隊長50人いて、下位20人の交代だから上位20位が入れるとこなんで、細かく分かれてないかな。いや、であればすげえみんなもらえるようになると思う、平均的に。レアメダルのために上狙うかって言ったらそういうことはないと思うな。うん、ざっくりしすぎたのこれ、11位以下って。これ他も多分下位もさ、レアメダルがみんなたくさん手に入るのはいいことなんじゃないかなと思います。バトルもしっかり頑張ってしっかり頑張ってって言って、俺今降格ゾーンにいるけども、まあ、レアメダルゲットして霊力回収していきましょう。今回ここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。